どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら、明日朝10時から、ガンダムコラボ実施です俺が声を大にして言いましょう。お前ら全員が思ってることを、俺が声に大にして言いましょう。誰がこれ弾けんねんこれ弾くねんじゃないですよ。勘違いしないでくださいね。誰が弾くねんじゃないですよ。誰が弾けんねんですからね、これ。まずね、言っときます。ガンダムコラボめっちゃ強いです。で、めちゃくちゃいいコラボです、まず。さらに新規コラボです。絶対弾いてほしいです。ところでこれ、誰が弾けんねん納得した人ぜひ高評価お願いします。お前らの高評価で誰が弾けんねんランキング来そう。マジで無理だろ、これ。石20個ゴッドエース来たじゃん。で、あれ、うますぎたじゃん。で、しかも、ウルトナめっちゃ強いやん。で、ウルトナ欲しくて引いた人もいっぱいいると思うのね。そんな中、このタイミングでいきなり、石10個ガンダムシリーズガチャ来ても引けねえだろって思ってる方、ちょっと見てください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、23。おい。キャラ性能後で見るよ。23って。さらに、まあ一応ガンダムガチャが来ます。は?おい、交換可能星アチだけとか言わないよな、マジで。おい、マジで。おい、星、いや、違う、ガンダム確定枠だから。ね、星アチ交換できるよな、パズドラ梅さんよ。なあ、交換できるんだろうな。おい、本当に、マジでよ。交換できなかったら切れる。で、135ガンダムシリーズガチャ320円です。30個星アチ確定ガンダムシリーズ。あ、ガンダムとか、ここら辺ですね。が3600円。高いな。結構高いな。3600円?結構するな。マジか。魔法石20個プラス確定エールストライクガンダムガチャが星7ですね。がもらえるのが2400円。そして星8ガンダム確定ガチャですね。多分。確定でガンダムがもらえるのが、3600円となっております。おまけで BGM セットクロメダルがついてきます。はい。で、ガンダム確定ゲットという形になっております。いやー、なかなかすごいよ。で、一応ちょっとこっちイベント情報もサクッと見ていきますね。メタル系ももちろん来ます。で、A アリアル降臨とか、称号チャレンジも来ます。さらにガンダムコロシアンもね、決定されます。そして、モンスター交換所にはこんな感じで無課金キャラも実装されてます。やばすぎだろ、これ。もう多すぎるよ、情報が。すごい。無課金キャラもいっぱいいますね、これも。すごいな。はい、という感じです。まあ、今日はですね、こちらのガンダムコラボのですね、ガチャキャラ性能を一体一体見ていこうと思います。動画時間どうなるんでしょうか、わかりません。俺サクッといくぞ、今日は。ガンダムおい、待て。進化前、進化後、アシスト進化2。あ、終わりです、これ。お前ら今日40分くらい付き合えよ、この動画。お前ら40分は絶対見てくれ。40分経ったらもういいよ、みんなやめて。覚醒から見ていくよ。バインド、スキブプラス、封印、指。4色攻撃3つ、2ウェイプラス、ボイスです。小学生は、スキブ、2ウェイプラス、冬を持ってくれてます。まあ、冬つけれるので、実質的な攻撃力20倍覚醒があっても、4色攻撃3つに2ウェイプラスもあると。まあ、これもう超重力で使うことはもう前提だね、マジで。で、スキルは6解除に、5属性プラス回復4個ずつ生成、1ターン指と全員の攻撃力 1.5 倍が5ターンです。まあ、実際、このスキルは5ターンとしてかなり重いから使いづらいんだけど、全員の攻撃 1.5 倍っていうスキルだけはかなり強いと思う。まあ、やっぱりこのスキルはね、最近のね、強調チャレンジでもシェヘラザードドラゴンがね、若干エンハンスしてきたりするので、そういうところでも強そう。リーダースキルは、チームリアリティが全員違う場合、全パラ 4.8 倍、3色同時で攻撃 6.5 倍、固定500万です。まあ、強いだろうね、実際これも。最近結構レアリティ違う場合系多いんだけど、まあ、これもね、やっぱね、さすがにさ、なんて言うんだろう。例えば、ウルトナに比べたら弱いんだろうけど、それでも回復持ってあげたりとかすると全然使えると思うんで、多色要因としては強そう。まあ、少なくとも万寿戦場あたりで負けることはないだろうね。同調になってきてちょっとどうだろうな、ぐらいの感じです。で、V ガンダムです。覚醒、バインドスキブプラス封印、お邪魔プラス指、10強2つ、2A プラスにボイス。小学生はスキブ 2A プラス冬です。なんか、冬がついたことによって、覚醒火力がだいぶ下がった感じがするんだけど、これって総合的に見たら弱くなってないなんだら。これ別に冬ついたとって、火力500倍だけだよ。ちょっと弱くなってる気が。500倍だけ?俺が頭おかしくなってんのか。スキル、6ターンダメージ軽減。全ドル強が6ターンです。軽減ループは強いね。リーダースキル、光4個でダメージを半減、攻撃9倍、5個もかさ、マシンの HP 攻撃が 2.2 倍です。これさ、ダメージ軽減ループとして使えるのはサブとしてはかなり強いし、冬つけれるのも面白いね。これがガンダムです。3600円です。武器。火ドル強プラス、水ドル強プラス、木ドル強プラス、光ドル強プラス、闇ドル強プラス、回復ドル強です。強すぎ。スキル HP50% 減少、15ターン自分の攻撃3倍、6解除6触診が10ターンです。武器2個目。マシンタイプ追加、毒耐性プラス創作化耐性、チーム HP2 つです。スキルは2ターンダブル吸収無効、2ターン受けるダメージを半減5コンモカさんが14ターンとなっております。これがガンダムです。はい。1体目からめちゃめちゃ強いね。さあ続きまして、シャア専用ザクです。
学生バインのスキル封印7強積み股間ボイスで小学生封印を持ってます。はい。でスキルは1ターン右下ルーレット1個生成指3倍、2ターン後に発動1ターンダメージ無効が5ターンスキルです。リーダースキルは火の攻撃ダメージ半減攻撃25倍、固定500万マシンの HP2.2 倍です。リーダースキルはマシンの HP2.2 倍の時点で実用性があんまりなさそう、正直言って。だから周回とかになるのかなって感じですね。ルーレット生成指3倍とダメージ無効あるのは、これはサブとしては結構使えそうなんで、超重力で浮遊でだったら使えそう。火力は16に 3.5 で57倍かな、ごめんなさい間違ったごめんね。で56倍かな。で超重力がつくんで、1000、1100倍とか出るはずです。で進化後バインドスキブ封印指2つ10強2つ無効感ボイス、小学生冬を持ってます。こっちも火力高いね。スキルは敵全体を火に変化、ロック解除火を火に変化、ヒドロ強が3ターン、スキルめっちゃ強いね。リーダースキル火の攻撃でダメージを半減、攻撃11倍、4コンボ加算、マシンの全パラ 2.1 倍です。進化後武器ですね、ヒドロ強6個に指2秒延長です。スキルリダチェンで3ターン強化ドロップ100パン目覚めが20ターンです。もう1個非属性追加、スキブ2つにチーム HP で、スキル2ターンダメージ撃にドロリフレです。お前いきなり武器でクソ強くなるのやめろや。これがシャア専用ザクです。次まだ3体目らしいぞ、 Z ガンダムです。バインドスキブ封印指10強2つ無効感に、超重力に対応する浮遊ですね。でボイス覚醒です。強10強無効感浮遊で、まあ、ちょっと軽く出せますと。スキルは2ターン盤面76マスにして変身が40ターンです。リーダースキルは火か水焦げしで攻撃6倍、3コンボ加算、マシン全パル4倍です。で変身後ですね、こんな感じ、10強4つ無効感超重力ボイスです。で冬にボイスです。これ10強3つで625倍、無効感に 3.5 倍乗るんで2187倍どうかな。でさらに超重力のねこの冬があるので4万倍とか出るはずです。攻撃2万、回復マイナス5000です。やばくない？しかもスキルも HP が1になる、10ターンスキル使用負荷、敵の HP50% 分のダメージが4ターンスキルです。やばいよね。リーダースキル火か水を5個以上つなげてですと攻撃力が50倍、4コンボ加算、固定100万ダメージです。これだからね、なんて言うんだろう、基本的にはこのね変身前でスキルを使わずに戦ってあげて変身後で最強にするって感じらしいですが、まあ実際使うとすればサブ運用してあげて変身後にさっさとしてあげて向こうパーティーでグラビティで使うっていう使い道が一番強そうな感じするんですけど、どうなんですかね。あとこれ現状全く使い道が思いつかないんで、まあ実装されてちょっとまあ様子見てみようかなって感じたけど、現状なんならこれはちょっと僕の中で評価は今だいぶ下の方なんですよ。けどこういうキャラって意外とこんな使い道があるのかみたいなことになりがちなんですよね。意外とまさにゴンがいい例でさ、ゴンも実装当時なんかね別によく分かんなかったけど今大活躍してるじゃないですか。ちょっとそういう点で僕は期待してます、 Z ガンダムウェーブライダーに。ただとにかく変身したらもうね、もう正直言って特攻ですね、完全にもう帰ってくる燃料もう無理よ、特攻です。はい。武器回復努力を2つ、バインド回復2つ、消せないバインド覚醒無効全回復に1ターン変身が10ターンです。もう1個の武器、水属性追加に7強2つ、7強2つってよく考えたらそんな強くないのか。3ターン強化ドロップ100パー目覚めに2ターン変身が12ターンって感じになってます。さあ、ZZ ガンダムです。覚醒、スキビオン、お邪魔プラス7強4つ、無効感ボイスです。小学生、バインド10強、冬です。スキルは2ターンダブル吸収無効、2ターン自分とマシンの攻撃3倍が9ターンスキルです。リーダースキル76マス。火の7個消しでダメージを軽減、攻撃20倍、固定1ダメージ、マシンの HP3 倍です。なんかどうしても冬のせいでさ、7強が目立つよね。ちょっとなんか使いづらそうだけど。スキブ、進化後、スキブ封印毒プラス10強2つ無効感、ヒドロ強4つにボイスです。スキルは3ターン、チーム内の火とマシンタイプ1体につき、攻撃力が上昇、闇の火に変化が3ターンです。リーダースキル、火の5消しで攻撃力が6倍、2コンボ加算、固定1ダメージ、マシンの全パレ 4.2 倍です。武器。バインド、封印、チーム HP2 つ、チーム回復で、スキルは3ターンダブル吸収無効、ロック解除、最上段、最下段、非生成が16ターン。もう一個、非属性追加7強2つ、2ターン、火の攻撃力が5倍、ダメージ無効貫通、2ターンダブル吸収無効が16ターンです。いいね。これが、ZZ ガンダムです。はい。これ、ダブル Z ガンダムの可能性ある、もしかして。ダブル Z ガンダムの可能性ありそうだけど、どうなんだろう。はい、という感じでした。まあまあまあ。この、個人的にはなんか、あんま、って感じだけど。ウィングガンダムです。こちらバインドスキブ封印指10強2つ十字 L 字ボイスです。小学生スキブ10強冬持ってます。スキルはランダムで光回復6個ずつ生成、全ドロップロックが2ターンです。ロックされちゃうんで L 字組みながら立ち回っていくことになるけど、まあ使えそうな感じはある。リーダースキル光焦げしダメージを半減、攻撃24倍、4コンボ加算、マシンの HP が2倍、回復3倍です、ね、リーダースキルさ、まあいいや、ちょっと待って、進化後バインドスキビオン封印毒プラス10強2つ十字ボイスです。スキルは1ターンダメージ無効貫通、バトル6以降の場合1ターンダブル吸収無効が5ターンです。
リーダースキル光こげしダメージを軽減、攻撃24倍にコンボ加算、固定1ダメージでマシンの HP が 3.3 倍です。マシン縛りマジできつくねこれ。どうなの、めっちゃマシン縛りのせいで使いづらさやばそうなんだけど。でもまあ 25% 軽減は強いけどね。マシン縛りやばそうだけどな。武器光ドルキュー6個、 LG ファインド回復、スキル6解除に光回復6個、生成2ターンダブル吸収も5が13ターンって感じになっております。僕の武器光属性追加、スキーブ2つ、十字、スキル6解除、消せない全回復、4ターンダメージ半減です。うん、続きましてエールストライクガンダムです。覚醒バインド、スキーブ4、封印無効会員4つ、ボイス持ちです。小学生スキーブ10強、超重力に冬持ってます。はい、これは強いですね。 3.5 の4乗に冬がつくんで、倍率が多分3000倍ぐらい出るので火力はかなり高そう。スキルは1ターンルーレット1個生成、ランダムで水6個生成が2ターンって感じです。リーダースキル指15秒固定で、マシンの全パラ4倍、7コンボで攻撃6倍、固定300万ダメージです。リーダー運用めっちゃきつそうなんだけど。進化後です。バインドスキーボージャムプラス7強烈無効感ボイスです。スキル6解除に火水回復に変化、1ターン全員の攻撃力2倍、水泥強が6ターンです。リーダースキル火の水の焦げしダメージを半減、攻撃12倍、3コンボが3、マシン全パラ 2.1 倍って感じになってます。はい、武器水ドロキョ6個にスキブ、1ターンダメージ無効、3ターン回復3倍、全ドロキョが12ターン。もう1個マシンタイプ追加、暗闇プラス操作負荷、チーム回復2つ、いいね、強いね。スキルは5ターンダメージ半減、回復 1.5 倍、2ターン左ルーレット1個生成、指2倍って感じになってます。はい、さあ続きましてガンダムエクシアです。見ていきましょう。覚醒バインドスキブ3つ、封印ボイス、スキルは3ターンヘイストに変身が25ターンでできます。変身後見ていきましょう。スキブ3つ25ターン変身、覚醒バインド封印10強3つ、3色攻撃3つ、ボイス、いいね、こういうのちょうだい、こういうの。スキル1ターン回復指、自分の攻撃力3倍、上限が70億になります。こういうのちょうだい。リーダースキル3色同時でダメージを 30% 軽減、攻撃3倍、3コンボ加算、固定300万ダメージ、マシンの HP が3倍、攻撃11倍です。マシン縛りきついけどこういうのちょうだい。全然こういうのは使えそう。70億上限解放もあるしね、3属性持ちだしね。こういうのが使いたかったのよ、こういうの。これどうせ確定役でしょ、これが。こういう強いキャラ確定役って決まってんだよ。エールストライクガンダムガチャ、これも火力高いし、ね、エクシアいいですね、本当にいいキャラですね。めちゃめちゃ楽しそう。武器スキブ3色に水ドロキョウ、キドロキョウ、ヒドロキョウプラスです。スキルは2ターン指回復、マシンの攻撃3倍、2ターンダブル吸収無効、13ターンです。もう1個マシン3色攻撃ガドベル指、スキル4ターンダメージ無効貫通、3ターン支援が14ターンです。圧倒的にこっちの方が面白そう。エクシアいいですね。そしてガンダムバルバトスです。覚醒スキブプラス、クライメプラス、ガドベル4色攻撃4つに、2ウェイプラスにボイスです。スキルは HP80% 減少、1ターン自分の攻撃力が2倍、ロック解除に5属性プラス回復、4個ずつ生成が2ターンです。リーダースキル4色同時ダメージ半減、攻撃14倍、2コンボ加算、マシンの全パラ 2.1 倍って感じになってます。はい、これは冬つかないんで、あくまで火力特化って感じだね。 80% 減少はあるものの、6解除5属性プラス回復4個ずつ生成があるから、6号盤面とかだったら実質的なほぼほぼ6色陣なんで、かなり使い勝手良さそうなサブになってますね。サブでは間違いなく活躍してくれると思うんで、裏田次元等のサブで強そう。進化後スキブ指毒プラス10強4つにボイスです。スキル HP1 になる代わりに全ドロップ6、2ターンダメージ吸収無効、ダメージ無効貫通が5ターンです。なんかおもろいスキルしてんな。でも強いと思います。2ターン無効貫が5ターンなんで、6解除さえ積んであげれば強そう。リーダースキル控え闇の焦げしダメージ半減、攻撃23倍、4コンボ加算、マシンの HP 2.2 倍って感じです。武器バインド4色攻撃、封印2つです。スキル3ターンルーレット生成、指3倍、2ターン変成が12ターン。お前クソ強いなこれマジで。もう1個の武器ヒドロ強4つ、闇ドロ強4つ、7強です。スキルは1ターンダブル吸収無効、ダメージ無効、自分の攻撃力10倍です。掲げてるぐらいトロ強が強い。これがガンダムバルバドスでした。という感じがガンダム系のね、性能となっております。はい、いやまだまだいますね、あと15体。15体。続きましてグフです。覚醒で、これ待って、星の終わり、もしかしてここからが全部多分星6以下ですかね。なるほど、じゃあ一旦ちょっとここで動画区切ろっか。ちょっと動画時間とんでもないことになりそうなんで、ここまでがね、星7キャラたちの情報となっております。いかがでしょうか。ちょっとここまでで一回おさらいしていきましょう。星8、星7キャラ、多分ここまでが交換可能キャラだと思うんだよね。でまずまあ星8のガンダムに関しては間違いなく強い部類に入ると思います。
で全パラ 4.8 倍もあるしね、レアリティ違うだけで。火力も出しやすいし強そう。スキル自体も5ターンとちょっと重いけど、全員の攻撃 1.5 倍持ってるところはかなり魅力的だとは思う。冬持ってて4色攻撃3つあるんで、超重力なら強そうですね。沈黒は6ターンダメージ軽減もあるし、まあさすが確定枠って感じの性能をしてます。はい。シャア専用ザクに関してはちょっと、この携帯はあんまり僕は今パッと使い道が思い浮かばない。周回では強そうだねって感じです。バレンタインソニア枠感がすごいんだけど。沈黒は、まあ、スキルが敵全体を火に変化、6解除、火を火に変化、ヒドロ強が3ターンなんで、このスキルはかなり強そうだなって感じがしてます。冬も持ってるしね、火力を出してくれそうな感じはありますね。まあ、武器は相変わらず強いリダチェン武器と、こっちもね、スキル2つあるにもかかわらず激減持ってるすごい強いキャラだと思います。ヘッドガンダムはちょっとこれはマジで一番わかんない。40ターンで変身したら火力特化になっちゃうキャラです。これはマジでわかりません。ちょっと実装されてからだな。今現状はノーコメントで。今はまだわかんないです、正直。変身前が強いとも思わないからね。でこっちは9ターンで2ターンダブル吸収無効打てるくらいが76マスリーダーです。冬持ってるところは強い。こっちが3ターンチーム内の人マシン1体につき攻撃上昇闇を火に変化が3ターンでエンハンスループで使える冬キャラなんで、遠征によってはかなり使える可能性もあるかなと思います。武器バインド封印チーム HP2 つチーム回復に3ターンダブル吸収無効、もう1個は火属性追加に7強2つ持ちって感じになってますという感じでした。リングガンダムに関してもまあね、スキルの光回復6個生成に全ドロップ6が2ターンで打てるんで、これは強そう。こっちは1ターンダメージ無効、ダブル吸収無効が5ターンで打てるからワンチャン使えるかもねぐらいの感じ。光ドロップ6個にスキブ2つです。でエールストライク、これねよくわかんない、確定役だから無効感4つ冬持ってます。スキルもルーレット1個生成に水ドロップ6個生成があるんで、めちゃめちゃ強いんでスキル自体も。なので火力枠かつルーレット枠ということで、生成要因としても使えて、やっぱ確定枠さすがって感じです。深刻はこんな感じ。深刻はあんま分かんないですね。武器水ドロキョ6個にスキブ、こっちは暗闇捜索課にチーム回復です。まあ、確定枠なりのやっぱね性能してますよね。エクシアはスキブ3つの25ターン変身で3属性持ちで10強3つ3色攻撃3つ持ってます。火力高いから結構好き。スキルもね、回復指自分の攻撃3倍上限70億が3ターンで出て、最近の攻撃系のキャラクターって自分自身エンハンスがないから使いづらかったりしたんだけど、エクシアは自身エンハンスあるのは強いと思う。でリーダースキルは HP3 倍縛りがある、マシンタイプ縛りがあるんだけど、 HP3 倍に 30% 軽減あって、火力も33倍3項目が3固定300万ダメージなんで、まあまあまあ使えそうな感じはするよね。武器スキブ3色にヒドロ強、水ドロ強、キドロ強プラス、こっちは3色ガドベル微延長プラスです。ラストはバルバトスに関しては、この2ターンスキルがね 80% 減少あるものの、自分の攻撃2倍に6解除5属性回復4個生成が2ターンで打てるから、ループしてあげたらめっちゃ強そう。こっちは10強4つ持ちで全ドロップロックと事象があるものの、2ターンダブル吸収無効ダメージ無効が打てます。ではバインド4色封印2つにヒドロ強4つ、闇ドロ強4つ、7強持ってますって感じでした。これが今回のガンダムの方針7以上キャラでした。まあめちゃくちゃ無理して引けとまでは言わないけど、やっぱり性能的には強いキャラが多いなって感じはしました。なのでもし余裕があればね、ぜひゲットしてみてください。でこれで一旦ガンダムのねパート1終わりにしようと思います。残りねテイリアのキャラたちいっぱいね実装されますので、こちらはパート2で一気に話していきます。ということで、まあ今回はねガンダムのメインキャラクター8体ですかねについて話す動画でした。星6以下はパート2に続きます。ぜひねここまで見てくれた人はチャンネル登録高評価お願いします。よかったらパート2もチェックしてみてください。じゃあパート2に続く。